オリティとしたいわけよ。常に自分のクオリティって進化するから絶対にとどまってない。それが達成できたら次はこうだとかね、そういうなんかね気持ちを持ってる。で、まあもちろんいい釣りをした時の釣りをもう一度やりたい、それもクオリティね。入れぐった思い出をもう一回やりたい、それもいいね。もう延々投げ続けてビッグフィッシュを強いベイトで取りたい、それもいい。だから何でもいいんだよ。ただそのみんなが同じである必要はないし、でその中で考えながらね、どうやったらもっとね喜べるんだろうっていうような、そうなんていうの、攻めるゲーム、これをねみんなにしてほしい。今は4月下旬の琵琶湖。この時期すでにインサイドに上がりきっている個体もいれば、そうではない差し始めの個体もいる。そこで狙っていくのはゲームの質。バスの保護という観点からしても、ネストのバスではなくプリスポーンのメスの個体を狙っていく。メスプリはね、やっぱりとりあえずエリアそばのスポーニングエリアそばのちょっとディープ隣接なタテストからやる基本ですね。入れればね、うん、このプーって入れて沈んでく時には食ってる。ゲーム的にはオスを釣ったらペナルティー、ペナルティーってわけじゃないけど、オスは釣らないように頑張りましょうというのがやりたいところで。もうここでブレーク上がっちゃってるからね、 1.4 でしょ、 そこが 2.5 ぐらいだったから、ちょうど今この辺が一番よろしいところだと思うけど、ただ天候がこんなだからクルーズして中に入ってるぞという場合もある。ちょっとこっちにいなければ、よっ、今はねちょっとバルサの浮力の強い二ノでやってます。これでね浮かしていいのが出る、いいプリが出るときは、まあクルーズしだしてるときっていうのは、まあ大きめだと突っ込んじゃっていいんだけど、水の中にこうシャローにすごい近くなってきたときはもう上げちゃった方が逆にいいのが出る。バーとか。
ならば。あんまり入れすぎちゃうと今度これ取れないよな。クリアウォーターだからね、結構いけると思うんだけどな、ソフトジャークも。で、フリッピンスティックと4分の3オンスエスケープジャングル、どこでも行け、どこでも行けリグ。フリップスにはちょっとシャローでクリアウォーターすぎるんで、ちょっとややピッチで入れて、出します。マイフェバリット、リトルレディフィッシュ、鬼の食わせ。さあ釣るぜ。スイ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 、スイ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 、トン、スイ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 、トン、トン。まあ今基本的に狙ってる場所っていうのがビッグフラット、フラットがこっちサイドからダーッと向こうにかけてフラットがあるね。でこっちディープがこういう風に寄ってきてる、この足前の方まで。で、狙ってんのは、そのビッグフラットに入っていくサイドのディープ隣接部分。だから、なんていうの、みんなはこの足ばっか見ちゃうかもしんないけど、俺が見てんのはこっち側なのよ。こっちじゃないの。あと、こういう中でも、こういう中にテキサスリグぶっ込んで、じく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 やるとネストの魚釣っちゃう。だから俺さっきやったのフリップだから、もうポンって入れて飛んで来なきゃもう上げてっちゃう。そういうでかいベイトで。あんまりジグジグやっちゃうと釣っちゃう。だからこういうちっちゃいものでも、だからそのアウトのネストじゃない魚を狙っていけばちゃんと釣れてくると。そういうことだよね。バスバスとした、今あれバス何が跳ねたんだろうね。でもなんか小さそうな気もすんね。そう言いながら小さくなかったらどうする。何食べてんの、どうミノーなんて君たち。ちょんちょんちょん、ミノを食わず。
うん、来た。あんなシャロー、やっぱりいたぞ。おお、でかいよ。でかいです。ビッグフィッシュです。フィメーです。おお、バストしてた。あんなシャローに入ってんだな。フィーディングモードだよ、あれ。かプリンプリンだ、プリンプリンだ。がこれが今の状況のプリ。これでも一回はたいてるからね。これでもこのヒレわかんでしょ。だから産むか産まかないかの状況に入ってきてんのよ。だからこれネストじゃないんだけれども、そのなんていうの、これメスだからさ、こいつらは何回かに産み分けるね。でもね、このプリがいるから面白い。で、まあはっきり言って、まあ僕的には最近ね、最近のこの日本の状況を見てて、ネストに入ってるオス、特にね、メスっていうのは何回に分けて、蚊に分けて産むからまだいいのよ。オスが、オスを釣りたくない。要するに産卵床から抜きたくない、守ってるオスを。まあそれが産卵床を守ってたり、そのもう孵化した稚魚フライを守ってたりするんだけど、それ抜いちゃうと、抜いた瞬間にブルーギルだったりコイだったりがガガガって食っちゃうと。でただでさえほらやっぱりね、減ってきてるじゃない、バスが。だからやっぱりみんなで大事にしようということで、だからちょっと辛くてもね、今の時期だったらね、クリークっていうか水路とかさ、ワンドの一番奥とか入ってサイトやりゃ見えるのよ、わかるのよ、ネストは。でもその釣りはやりたくない。だできればその前段階のプリ、もしくはそのエリアのそばにいるプリを詳しい。一番いいのはアーリープリ。もっとアウトの、もっとディープ。そういうタイムラグを持った中で釣りしたいなと。それがね、今回の僕のクオリティゲーム。だからとりあえずまずはこのビッグフィッシュをポンポンポンと釣るぞと。楽しいしね、やっぱ。同じようなディープに隣接しているエリアだけを探し、リトルレディフィッシュで狙っていく。そこに刺し始めのバスがいれば必ず口を使うはずだ。浅すぎる。もうちょい、アウト、アウトからこのラインだ。打つんなら、ダメだね。じゃあもう一箇所、どん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 探ってくって感じ。とりあえずもうこれで食わせられるのはもう分かってるし、で食えばでかいしっていうような場所をどんどん探っていく。そうするとぶち当たるから、必ず必ず。で場所のね、場所っていうかそのやり方っていうかエリアの読み方っていうのはもう同じ、全て同じ感じで持ってっちゃう。あんまり深く考えなくて地形だけで見ていく、それがやり方。あー、まだ雨降ってる。でも止む前に釣った方がいいな、基本的に。今回このリトルレディフィッシュで狙っていくのは、図のようにビッグフラットサイドのディープ隣接部分である。田辺の経験上、この季節このリグで釣れるだろうことはすでに分かっており、またナーバスなでかいメスが口を使ってくれる可能性も高いのだ。
も一緒、サイドから。話しちゃったぞ。よし。よし。あ、オスか。メスか。やばい、やばい。クオリティがいいんだよ、これ。だからこんな引きまくるんだよ。よいしょ、プリンプリンな魚体ですごい引いたよ、びっくりしちゃった。5ジャックかと思っちゃった、思わず。はあ、ばっくり食ってるっていう感じで、またまたドスコイの、それも結構フレッシュなメス、ポンポコって感じでございます。だからね、この釣りは俺ね、これ別に琵琶湖だけじゃないんだよ、このチビレディフィッシュをこういう風に使うのは。どこでも大体今の時期使うの。これね、新しいのは俺的には発見したのが今年今年発見したの。なんだよこれかみたいな。要するに、その例えばね、すごいメジャーな釣りではジグヘッドをウィードに引っ掛けてピッ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 ってやって、プンって外すよ、プンって外すよ、ピッピッピッステイとかね、そんなのはある。そういう釣り方とか昔から結構ライトリグって言われるね。でこれはどっちかっていうとスイミングさしてきちゃう、もうペッ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 で巻きながらこんな感じでたまにこう落としてやるみたいな。それでからヒュヒュヒュっていう、ヒュヒュヒュっていうこのレディーフィッシュの持つ動きを最大限に活かした中での泳ぎ。なら、いわゆる、こいつが、ピピピピピってこう、こんな感じよ。こんな感じで来てる。もう一回やろうか。で、こうやって引いてんのに沈まないでしょ？こうやって引いてきて。一定層引けてんでしょ？これなんだよ。だから、そんなに大きい泳ぎじゃないけど、なんか、ファンファン。ファンファンっていう、これね、これを、これとフォールと取り混ぜてるとウィードに引っかかったりって、もう全部の要素を取り混ぜてやってるんだけど、要するにそんなにのろくないで、これがだから要するにこう上がり始めのプリ、これが人造湖だろうが天然湖だろうが一緒で、考え方も一緒。そのネストを張るであろうエリアの外側に位置したところの上がり口を直撃、一緒です。で特にクリアウォーターね、ある程度綺麗なとこ、あんまりマディだとこれ見えにくいから、いまいちね、そこまで強くないからあれだけど、でもそういう中でこう適当にこのロングキャストで、魚の方がビビんないようにさ、適当にロングで入れてブンで、だからもう遠くだから当たりなんか分かんないよ、これ最初のこの投げてすぐは。でもそれって多い、この張った時点で、この時点でクーってくるのが、それが一番多い。でも遠いから食っちゃう、だその辺なんだよね、これが肝。もうここまで教えちゃ大変だな、俺の魚いなくなっちゃうから俺でも釣れるね、タフコンディションの釣り方発見したんだからね。とりあえずです。それは持ち駒の1個。
どうだ、メスか。よし、良さそうだな。オスじゃないだろうな。あ、すいません、オスでした。緩めたがる。だめだ、ウィードが絡んでた。ちょっと甘かったな、浅かったな。どう？ダメだ。ペナルティー。でもこんなアウトだよねえ。でもオスだよ。ほらほら、ピュー。あ、子供が生まれちゃう、子供が生まれちゃうじゃなくて、ごめんね、子供にかけるやつ出してます。やっぱりやっぱりもっと急なディープ隣接じゃないとダメだってことだよ。うん、わかった。ここはでかいよ。フェイマス名鉄エリアだけどでかいよ。やっぱりメインレークにね、一番面してるよね。これからずっと大橋の方に行くと。ここではメインレークへと続く三尾筋のショルダー部分をメインに狙っていく。また今日の天候は雨が降ったり止んだりというあいにくの状況ではあるが、田辺は雨が降っている方がまだマシという。なぜなら雨が止み気圧が急に上昇すると、ただでさえこの時期タフなコンディションのバスが急激な気圧の変化に伴いさらに口を使わなくなるからだ。よし、メスだ。よし、おお、しメスだ。ナイスメス。いいね。引く引く、今の時期は引くよ。うん、スリリング、スリリング。やべ、来るんじゃない。うわ、危ねえ、危ねえぞ。さてと、仕上げに入ろうかい。いらっしゃい。はい、捕まえました。ナイスなところにフッキング、ドン。いいね、いいじゃない。ほら、メスです。よいしょ。まあこれぐらいのやつでこうやって来てくれてんだからさ、ハマってるって言えば、これはもうハマってるんですよ、はっきり言って。この今の時期のこのゲームね、すげえ。うってことで、思いっきり晴れてます。まあ低気圧が抜けてドピー感、北っけの風、まあいわゆるちょっと難しいぞコンディションに入ってきてんだけれども、まああの昨日やったゲームね、結構バシッとやっぱりビッグビッシュ来るでしょっていうところのゲームになって、で、まあ、自分ではね、もうそれはそれでいいのよ、 OK な
でまた今日も同じとこっていうか同じようなエリアをね打ってやっていけば釣れると思う。だけれどもそれだけじゃなくね、こうせっかくね今回アングラズインに泊まってでこうね2日間釣りするぞというようなこうリラックスしたムードっていうか、別に自分のゲームだからさ、何をねこう求めるかっていうのは自分が決めればいい。だからそんな中でこう一日やってもう一日やる場合は、俺的にはさらに新しいものを求めたい。でそれがどういう展開になっていくかっていうのは、まあ、やりながら考えるっていうのは当然ある。で絶対こうだよっていうのは何にもない。ただ今の時期にハマるであろう自分の持ち駒を、一個引っ込めて一個出していくというようなことをやってみたい。で特にまあエリア変えて北もちょっと見てみたいし、あとまあなんとなく思ってんのは、もう少し巻き物で釣らしてくれとね、ゆっくりの釣りだけじゃなく巻き物もやりたいぞというとこかな。まああの言ったように、そのバスのポジショニングっていうか、だんだん差し始めてるバスってね、一回こうクルーズしだすと結構派手なものには口を使わなくなる。特にこういう水色のね場所だとそうなるんだけれども、でもそれだけじゃなく、なんか考えていきたいいうようなことで、今日はゲームを展開したいと思います。さあ行こう。風も弱く波も穏やかであるため、まずは湖北エリアまで一気に上がることにした。南湖とはスポーニングの状況も異なり、違った展開でのゲームを考えられるからだ。しかし一つ気になるのがこの天候である。人間にとっては好条件であるが、急激な気圧の上昇に伴いバスの活性は決して良いものとは言えない。果たしてこの状況下、どのようなゲーム展開を見せてくれるのだろう。まずは乙女外景とつながる大溝エリアのアウトサイドから順に攻めていくことにした。ここいたらでかいよな、こういうとこ。これからまだまだ刺す上に上がってないバスたち、ちょうどねそこんとこがとっても俺的にはやった瞬間にいい感じだったんで、とりあえずフォロー見とく。ピンが分かればスローでも打てる。でもちょっと重くしてる、ディープウォーターよ。ディープっつんでもないけど、風強くて飛ばない。このエリアを攻めるのは田辺自身全く初めてのことであり、地形の状況など一切把握できていない。そこで広く早く探っていき、良いと思われるスポット、つまりスポーニングのためシャローフラットに上がってくるバスが今どのレンジに位置しているのかを探していくのだ。まあ投げもんでも自信のあるもんから投げてかないとさ。冷え込んじゃってるからね。赤ジェッターはね釣れるんだよ。結構釣れんだよこれ。まあ、チャッと、とにかくファストムービング、バババババンと入れてね、様子を見ようよ。ハードベイトでは食わないかもしれないが、とりあえず投げてみなければわからない。
これで取れればレディーフィッシュ以外の新たなパターンを見出すことができるかもしれないからだ。悪くもないけどね。次に足際に上がっていることも想定し、ジャックベイトを足サイドへと送り込む。まだだな、やっぱりな、やっぱりギリギリだ、あ、いけない、ギリギリに上がってないな。で、やっぱりレディーフィッシュみたいな感じかな。で、やっぱりこれだ。ワンランク深いとこ。やっぱりね、ちょっと深いとこで食わせれば全部メスだと思うんだよね、この状況は。ここだな、上がり口。南湖では水深 2.5 メートルまでのレンジに反応があったが、ここ湖北でのステージングエリアはそれよりやや深いレンジに位置していると考えられる。やっぱ天候だね。この天候がタフに指してるのは間違いないことだと思う。これは1日2日続いた、2日3日続いた後なら来たいいんだけどな。あー、どうだ、メスか。やっぱりいたよ。わかるもんだな、こうやって上がってきて。探せんじゃん、田辺くん。あ、やべえ、オスか。あ、メスだ。でも結局食わせはこれか。なんだよ、たまんないぞ。メスですね、メスですね。うわ、めちゃプリプリプリ、ブリンブリンだな。さすが北の魚、見てこれ。長さはそんなでもないけど、このなんていうの、いっぱいいっぱいって感じ。もう明日には産卵したいぞっていうバス、やっぱりこれ食っちゃうんだよ。やっぱりこれなんだよ、これ。場所は新しく見つけられたんですけど、釣り方一緒です。とりあえずすいません、まだわかんないんで、今んとこいろいろやってんだけどさ。でも北の魚ワンランクなんか太いんですけど、腹がポテポテ。ここだとか言ったらいた。このタフな日にとりあえず釣れるだけでも嬉しいと。ここで田辺はあることを思いつき、再び南湖へと走る。で、作戦変更、基本的には北をちょっと見たかったんだけど、結構荒れちゃってたのと、あとまあ
どうしても食わせの釣りになっちゃうなっていう感がしたんで、もうちょいやっぱりフラストレーションってことで、もうちょいやっぱり強めの釣りね、強めの釣りがやりたくて、でふっと思い出した、そうだ、濁ってるエリアに行けばいいんだということで、あえてマディーウォーターを選んだ。でマディーウォーターぶん流しで、まあフリップとかもするけれども、ラバジグとかも打つけれども、基本的には巻きモン&強いデカめのルアーだから、ライトリグはもういらないぞとね、いうところのバスを相手にして、さあどうなるというのが見てみたいということで、マディーウォーター大作戦をしようかなと思ってます。多分ね、それなりにね、うおーっていう結果が出るんじゃないかなと。出りゃいいけど、ただまあこんな天気だしね、言っての通り、でも一個いいのは風が強い、だから波があるちょっとめんどくさいけど、でもそういう方がいい。ピーカンでいきなりなぎなぎになっちゃうよりは、これぐらいちょっと荒れてた方が、低気圧通過後だったらまだマシ、どうにかしてもらおうと。よいしょ、いうことで、よいしょ、さあさあ攻めに行ってみましょうか、ぶん流しから。いるかな、どこにいるかな、やる気のあるやつだけを拾うと、やる気のあるやつを拾う。来そう来そう来てないくせに来そう、勝手に来そう、気持ち来そうちょっと待てよ、シェードが好きなのか、来ない？来ない？来ない？何を食いたいんだろうね、どうバイブレーションなんてっつって。素敵、バス好き、クランキーのがいい、どっちがいい、オーソドックスなゲームだな。こんなとこにメスうろうろ、思わずパク、ぶん流しぶん流し、まだまだ。ただ闇雲に流すのではなく、この時期当てはまるであろう全ての可能性を試しながら、スポットを確実に捉え、速いピッチで流していく。まだまだ流すよ。かなり流し続けるが、反応は未だにない。しかし、リトルレディフィッシュを再び登場させることはなかった。あくまでも、この濁りの中で釣りたいという信念のもと、自分のクオリティーゲームを貫き通す。数を釣るだけじゃない、分かっていることを繰り返すだけでもない、それが田辺にとってのクオリティーなのだ。よし来たぞ、わかった、あった、プリカ来たじゃんよ、ショット
やっと来ただろう。だよな、こいでいいんだよこいで。ほらナイスワンだ。ああナイスキック。よし来い。ドン。一回畑のオスです。あオスじゃないメスだな。よしよし。イエー。ああなんかもう本当。もう結構流したけどさ俺的にも。でも俺は絶対来ると思ってた。よかった。やっぱりな、やっぱり濁っててこういう感じなら食うんだよ。いないわけないもん。大プリじゃないけど、まあフィメール、ありがとううよかった。わあ、ナイスフィッシュだ。ありがとう。よし。ねってことでね、バカ流しの中でもね、やっぱ釣れるんだよ、やってりゃ。ただ、ここもそうだけど、今投げたとこ、このリップラップ、ほら、こぼれてんじゃん、そこに横に。見える？あれの要するに左サイドにあの辺に入れたのよ。でもゴン巻き始めで見えんでしょ、ここほら。だからそういう理由がある。その中でもこの結構エリア的にはなんていうの、全体的にシャローだしさ、ここだっつってコンセントレートするディープウォーターニアバイっていうか隣接とかさ、そういうゲームでもないんだよね、意外に。だから意外にこれぶん投げろって感じ。とにかくそういう中でもそういうキーとなる何かしらそういうものがないとダメだよね。なんだこれ、なんだ君は。ハスだよ、ハス。ベイトフィッシュもいる。ハスってさ、みんな知ってるよね。琵琶湖の人は知ってるよね。全国的にはあんまり知られてないから知ってるよね、みんなね。これがハスだ。これをビッグバスが食うってことはビッグジャックベイトかな、なんちゃって。ショットも食う。合ってるってことだな、これ。お前が食うんじゃ。そうだけどな。でっかいの一発食ってみろ。マディウォーター濁りすぎか。それでも濁りすぎちゃったのかな、この風で。バリバリクランキー。これぐらいの色じゃないとな、大丈夫でしょうっていう。
ってことは上がってないってことですな。ここにはまだね。くっちゃい。まあ自分なりのゲームかな。ちょっと悔しいね。でもね、でもまあ同じゲームをやってこうね釣ってっちゃうよりは俺的にはやっぱりこれかなと。だからやっぱり今日のまあショットの一匹が一番俺的に嬉しかったしね、あと北でも見つけられたし、ただもうちょいはめたかったっていうのはあるけど、まあこれはこれ今の時期の難しさかな。まあ後戻りしなかった自分がいてとっても良かったとは思ってます。さあ今日は帰って明日も釣りしようかな。そういうことでしょ。これはもうね、この天気だよな。チキショー、もうちょいよ。そりゃ天気ばっかりは自分じゃどうにもなんないからね。全くあっち行ってこっち行ってしちゃったぞということで、お疲れ様。っていうかでっかいやつをちょっと出してみた。8サイズ、これ分かんないけどやってみないと。琵琶湖でねこれで釣ったこともないんだけど、一応使ってみて。まあスピナーベイト当たり前いいね。クリスタルエース2分の1基本です。引き続きフリッピンスティック、これも基本です。
とりあえずビッグフラットに遭遇したら大きめね、広く探りたいんでキャロ。まあ巻物の王者シャロン、リップラップかましてやれ、ショット。ガンタージグ2分の1にエスケープ、ちょっとワンサイズダウンしてみた、ほんのちょっとね。昨日はもっとでかいアメリカ製のでかいジグぶっ込んでたんだけど、じゃあちょっとこれぐらいでどうと、8分の3オンスで。そして、ダブルフェイステキサスリグ、4と2分の1インチ、まあ、これもでかめのチューブ、これをウィードのエリアのアウとか、まあその辺のね、ちょっと投げてプップップって引いてくるような釣りに使ってみたいかなと思ってます。基本的には昨日もドシャロー中心でやったんだけど、もうちょいアウトに出てみる。まあ魚のポジショニングがもうちょいアウトにいるだろうって思ってるし、でそんな中でこうステージングしてる魚の刺し始めの入り口とかも狙って、さらに、インサイドも狙ってっていう、まあ一日その辺ちょっとかやって考えたいなと思ってます。これでな、ステージングの魚食わせりゃな、でかいの分かってんだよな、頼むよって感じ。8フィート、そろそろかな。まずはこのアウトサイドエリアでシャローエリアに上がろうとし、ステージング状態にある魚から探していくことにした。しかし広大なエリアであるため、スローに探っていけばキリがない。そこで水深や地形を魚探で把握しながら、その場その場に適したルアーで、しかも広範囲をスピーディーに攻められるものから様子を見ていくことにした。アームドロってます。こういう時は浮かす。ハスだよ、ハスだよっていう感じ。やはりハードベイトでは食ってこないのか、反応がない。そこで一通り流した後で気になったスポットをキャロライナーリグでスローに探っていくことにした。狙っていく場所はやはりビッグフラットサイドのディープ隣接部分である。
あら、オスだ。メスじゃない。オスです。で、見つけたぞ。ね、でけえオス。見た、見つけちゃった。ね、いたでしょ。これでだからさ、うわ、いい腹筋。これでだからさ、俺はこれ嬉しいよ。オスでも、とりあえずね、まんまオスだよね。ピンピン。これでだからね、メスが来ればいいんだよ。来るよ絶対。すごい。でもあのオスだよね。長さ結構あるし、これにつくメスはでかいよ。いえ、嬉しい、見つけ。いやー、ファインスタッフ、ファインメール、そういう感じですね。あー、でもね、もうずっとメス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 って言ってたじゃない。で、全然知らない状況に入ってきて、エリア変えて、で、沖の魚だなってやりだして、あそこでオスを捕らえたっていうのはね、それはそれで嬉しいね。ってことはメスも周りにいるんだよ。すぐちょっとディープサイドかなんかに。でかいぜ。でもあのオスがいるんならメスはでかいよ。もうちょいやろうだから。あ、でも嬉しい。よし、嬉しいな。さあ、ここでメスを捕らえたいとこだな。あっちが左サイドが4メーターだから、もうちょいアウトだろうと思う。わかんない、一緒にいるか、もうちょいアウトか、どっちか。で、どっちにしろやっぱりあんま速いと難しいね、動きがね。こう巻きもん、じゃあとりあえずここのエリアは巻きもんじゃまだ食わしてないからさ、あるとは思うんだけど、ひらめいちゃった。やっぱスプークでしょう。これでダン。一応引かないことにはね、結果出ないからね。ちょっとあるけど、力あるベイトだからどうだって感じだよね。次々といろいろ取り出してます。巻物で食わすことができれば手返しもよく、この時期入れ食いの可能性もある。しかし今はそんな状況ではない。そこでさらに深いエリアでステージングしている可能性も考え、再びキャロライナーリグでワンランク深いエリアを探っていくことにした。
離した。よし、食ってるか。あれ、ちっちゃい。これ違う。お前違う、全然間違ってる。なんでこんなとこにいんだよ。ごめんね。一発食ってみてよ、ここせっかく見つけたんだから、頼むよ。ダメか、また探すか。また探すか。何が間違っているのか、今一歩のところで答えが見つからない。このまま永遠に探っていけば、いずれ釣れるのかもしれない。しかしそれはあまりにも時間の無駄。そこでまた同じような沖合までビッグフラットが入っており、なおかつディープに隣接しているエリアを探っていくことにした。来ないかな、ビッグメス。ずっぽり飲み込んじゃうみたいな。飲み込んで、ショットを飲み込んで。巻きもん巻きもん食べて食べて。よし、うん、あ、なんでバレちゃうかな、どうしてかな。あー、いい魚だったっぽいな。来るんだよな、やってるよな。チキショウチキショウ、もう一本もう一本。あー、ダセダサい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 、やだ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 。もうちょっとドラム許してくれ。してやだやだやだ。チキショウ、せっかくこの貴重な一本をやっちまうバカなやつ。
ぱり巻き続けゲームは生きてくるんだよな。この時期のバスは同じような行動パターンを取っている場合が多く、一匹釣れた周辺でまた釣れる可能性は極めて高い。そこでその周辺からさらにインサイドまでを丁寧に流していく。フィッシュ、外した瞬間来たよ。おー、あ、見た今の、ナイスフィッシュ。こだわったゲーム来たぞ。嬉しいよ、やってよかった今日。ダーン、いいサイズだよ。来たよ。いいんだよこれで。もう苦労かけるな、もうこいつったら。もううわー、いいコスだ。やっぱ昨日と同じコンディションだよ。一回はたいたメスなんだよね、これがショットに食ってくんの。ああ。ありがとう。これでいいんだよ。よし。ということで。ファインスター Thank you。 もう寝上がってさ、プンって外したら、うぅうぅ、やっぱ1匹目のやつもすごいいいサイズなんだよな。続けてきたもんね、戻してきて。うん、ショット強し。ショットが正解か、結局巻き物のね。ちっちゃいくせに頼もしいやつです。頼もしいよ。ラバージグで、同じようなエリアにいるとは思うんだよね。
くればそれもでかいでしょう。まあただハードベイトの方がね早いからさ、勝負食っちゃうやつが食っちゃうっていうのはとってもよくある。よろしいよろしい。アウトの見つけたバスもねいいけど、やっぱりこの続きのゲームマディウォーター大作戦がやっぱり連れてくれて嬉しい。これは正直なとこ。でまた流し、地サイドが風当たってるしね、ディープに移設してるからいいんだよね、はい、向こうサイドよりはいい。やや波が当たって濁りすぎない程度に研いでいって、あ、荒れすぎない、カームウォーターすぎない方がやっぱりいいんだろうな。多分ね、先端系をやっていけばいいのか、そんな気がする。浅いです、ちょっと浅いです。でもこの先端はいそうです。いればいる、いなきゃいない。あー来てほしい来てほしい。サイズ的にはそんなでもないけれども来たぞ。うん、よしよしよし、やっぱりなパターンだな、これはな。リップラップパターン、引く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 、分かって、流されてんだよ。うわ、がっぽりだ。もう一回跳ねたいか、やめてくれ。よしよしよし、さあいらっしゃい。うわうわ、これは取れません。うわ取れない、取れねえよ取れねえよ、口が持てない。うわこの揺れ方はなんだ、ちょっと分かったよ。ああ、プリだ。ああ、ナイスプリだ。女子だ。メス。ああ。ね。来るね。
来るね。これだよ、これでいいんだよ、これでいい。っていうことで今時のプリの釣り方分かった、やっと。そうだよ、不完全燃焼だったからさ、これでだからこういうことでいいんじゃん。そんなに深く考えないでさ、流れと風の当たるリップラップ打ちまくれだよね。これでどうだい、打てだよな、やっぱり。っていうことのゲームでございました。うん、重い、楽キロ1100、1200ぐらいか。いいね、はい、これだ、マディーウォーター、リップラップ、風当たり全部打てそ、もうちょい説明しろだよね。でもそんなもんだよ。だから一番いいのはディープリンセツだよね、っていうか地形の変化がちゃんとあるとこ。ここもちょうどそっからブレイクが寄り始めてんだ、あそこの足の先端から。でいいないいなっつって言ってきて、こいつがあった、こういう感じで。あー、ここいい感じ、ここのリップラップ引いてて釣れるわ、ここまだ多分浅いけどね、エレキ書いちゃってるぐらいだもん。浅くなってきた、ここだけがちょっと深いんだな。だから浅すぎるかもしんないけど、いい感じだよ、とっても。どうした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 、やばい、向こう行っちゃった。不利だなこの、やめてくれ。おお、ナイスナイスフィッシュ。おお、すごい強いぜ。わかったよ、わかったよ、わかったよ。すごい強いんだけど、もう勘弁してよ。ボートの上ぐるぐる一周しちゃったよ。どうだ、腹筋が怖いね。うわっ、終わった終わった、うわ強いよ。あーやばい、こっち来てくれ、もうちょっと、よし、よーし、ふぅ、これはどうだ、50超えたか、よし、おい、はあ、うわー危ねえ、見ってこれうわーこれだよ、うわー、ラッキーラッキーラッキー、ファインスタッフ。もう満足、エクストリームリーグッド、これだよ、これだよ。もう何回か卵落としちゃったけど、完璧なメスだね。このフック一本のこのかかり方、気に入ったらみたいな。めちゃめちゃ低いんだもんさ、びっくりしちゃったよ。もう一周しちゃった俺、ボート。いいでしょう、
よかったハマって、もう残った回あったよ、もうこうしたかったの、こうしたかったの。もう全然満足だね今回、もういい釣りじゃん、最高。あードキドキした、あー一周した、これが僕にとってのクオリティです。いやこんくらいさ、やっぱハマると楽しいよね。でもうとにかく投げて投げてバカ投げだーとか言ったとこからスタートして、最終的にはこういうとこやってきゃいいんじゃんっていうさことになった。だから多分もうこの後ずっとそういうとこ回ってきゃ多分取れてくよ。まあ入れ食いはしないだろうけれども、来ればいいバスっていう。ただまあ俺的にはもう満足したんで、これでいいの、これでいいの、もう上等、もう当分イヒヒって一人で言えるしね、えこいつ一本って感じね今回導き出したハードベイトの答えはこれでした。強い釣りの答えは、まあライトリングのビッグビッシュの釣りもよしね、えこの釣りもよし、やっぱり琵琶湖はいいね。で今の時期はいい、とにかくそのコンディションがね、あんだけの太いバスが釣れてくるし、堪能しました。過酷な条件にもかかわらず、田辺は見事自分の求めるクオリティゲームを成立させた。自らの逃げ場を塞がなければたどり着けなかった世界がそこにはあった。ノーフィッシュを恐れず自分の殻を破るつもりでぶつかっていく、さらなるクオリティとはそんな次元にあるのではないかと田辺は考えている。見えないからこそ見てみたい、投げ続けるからこそ分かってくるものがある。可能性がある限り自分の釣りに自信を持ち最後までやり通す。そこで出会った一匹の価値、自分自身がバスとどう向かい合うか、そのスタンスこそが自らのクオリティを決定していく人だと田辺は実践してみせる。そう、そしてそれができるのがバスフィッシングなのだ。 The light through the dark that guides me